はい、ピースクでサクスペやっていきます。はい、今日は、山ですね。エビルの山の、まあなんつったらいいんですよね、まあ、デッキの考察というか、まあ解説までちょっといかないかもしれないんですけど、はい、まあ、ちょっと試しに組んでみたら、ちょっと俺はこんな感じになりそうかなっていうのを、はい、紹介していけたらいいかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、で、まあ、まずこの2体ですね。この2体はやっぱ外せなくて、ルミナと闇のですね、はい、まあ、特攻キャラでなってますんで、あの、まあ吸収とかもそうですし、はい、まあ、急速変化で固めたいっていうところでも、はい、まあ、あと金徳もらえるもらえないとかも、こいつらで関係してくるので、まあ、この2人はまあ必須で間違いないのかなっていうふうには思ってます。はい、で金徳の方も先手必殺が入ってまして、プラスアルファで超知り上がりが取れると。はい、こっちは、まあ本塁打現金が、ボーナスに入ってて、マインドブレーカーが取れるっていう感じなので、まあ、ここ基準にですね、はい、鉄腕本塁打なので、まあ、必殺火消し人のやつが誰か必要。こっちだと、先手必殺超知り上がりなので、はい、なんだっけ、先手必殺の方なんで、アームブレイカーか、はい、が必要になってくるっていう、はい、感じにはなるかなっていうふうに思います。はい、でそこに合うキャラとして、まあ、ちょうどいいのがやっぱキルアなの、まあ、ここまでは確定なのかなっていうふうには思ってます。はい、でアームブレイカーと変化プライドで、なんだ、2つつうかボーナス取りつつ、余分に金徳も取れるので、はい、まあ、キルアは、まあ、ルミナとの相性が、はい、やっぱかなりいいかなっていうふうに思っております。はい、これで、切れ味抜群と、不動のハートは相方に言いますけどが、を狙っていくような感じになります。はい、で、続いてがミスターゼロ取れる白切ちゃんですね。はい、まあ、他のキャラでもミスターゼロいいのかなって思ったんですけど、はい、まあ、一番ハマってんのこの子かなっていう、まあ、ディレイドの方を狙っていきたいっていうところもあるんですけど、はい、まあ、ちょっと組み合わせ的にディレイドの方だともしかしたらあの厳しい感じがあったので、はい、まあ、今回、まあ、やってみてですけど、いろいろ組んでったら見つかるかもしれないんですけど、はい、だから今回ミスターゼロの方でやってみようかなっていうふうに思っております。はい、まあ、他のミスターゼロとかだと、守君、まあ、一番いいかなこの子が。はい、で、まあ、メンタルキャラで野手だけど、はい、2個取れる千代姫とか、まあ、あとこの子が一応スナイパーかな、ミスターゼロって感じなので、まあ、代用は多少効くのかなっていう、はい、感じにはなってます。はい、で、まあ、ミスターゼロだけであの怪物球威虹にしてっていう、あと 40m ボーナス取れるので、はい、ミスターゼロはまあ誰かしら入れたいところで、はい、まあ適正考えたら、トウコちゃんが一番いいのかなっていうふうには、はい、思っております。はい。で、問題の必殺火消し人なんですけど、はい。まあとりあえず立花トウまで行こうかなっていうふうに個人的には思ってます。はい。まあ球速か変化だったらまあ許せるかなってところで、はい。まあ一番有能そうな子をチョイスしました。はい。です。まあそんなに性能も悪くないので、まあ、誰でもいっちゃいいんですけどね。はい、で他の必殺イケチンがあの最後ちょっと置いといてほしいですけど、まあ、マグロだったりとか、マグロまあ50だと練習効果30だよね確か。で、まあ、スタミナも一応上げれるので、まあ、その辺でちょっと良かったりとか、まあ、コツがまあまあ優秀だったりとか、はい、だったりとかね、まあ、あとシラスが3人で済む、マグロ入ってるよね、忘れた、ごめんで、まあ、球速か変化じゃないので、ちょっと微妙なんですけど、オリストと一緒に取れるシモン。で、まあ、変化キャラの、イザヨイとかが、はい、まあ、二刀流のやつですね、いけるんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけど、はい。ただこいつ基礎ボナとか全然ないんだよね。なんで、まあ、ちょっといるだけ感がちょっと出ちゃうかもしれないんですが、はい。っていう感じになってます。はい、一番問題なのがこいつですねこいつ、まあ、この通常版金徳違うんですけど、
別バージョンの方がにあのカリスマ二刀流もしくはカリスマ必殺火消し人ということで、あの両方入ってるんですよね。なのでちょっともう出さ3週連続がすごいあるかもしれないっていうところが、うん、サクスペやばいな、もうやってらんねえよって感じになってきちゃうかもしれないんですけど、ちょっとなんか出そうですよねっていうところです。はい、まあ同盟自体はめちゃくちゃ強くて、うん、あのまあ来たらデッキに入るキャラではあるんですけど、今かーっていうどっか挟んで欲しかったですね。で、まあ、前回のアスレ教官の時が確か立橋来てますよね、うん、で別バージョンでもあの一致してますし、うん、あのエビルにハマってるキャラっていうところでも合ってるし、金徳も結構ドンピシャだったりする、ちょうど必殺火消しに欲しかったりするので、うん、ちょっと怖いなと思ってます。はい、でまあ、一応2週間あったのかな、2週間あったので、もうちょっとまあ昨夜待ちはフレンドで諦めて、ちょっと後日引こうかとかいろいろ考えてるんですけど、はい、まあ、ちょっと来週は休みたかったなっていうのが正直な感想なんですけど、すごくぶっこんでくる率が高いです。はい、怖いですっていう感じです。なので、まあ、この2人を主軸に置けば置くほど、なんかここが必要になってくるんですね、必殺火消し人枠で。まあ、ちょっとなんかだんだんここほわ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 みたいな感じで浮かんできちゃって、ちょっと怖いんですよね。まあ、ただデッキはだからこんな感じになると思います。はい、で、これでもう何不動のハートボーナス、ミスター怪物ボーナス、狂気レか3つ取れることになるので1個余裕があるんですね。でなのでまあ、新要素で、まあ、例えば、街道持ってる子入れるか、街道プラス、金徳持ってる、守る元入れるとか、街道持ってるキャラって、まあ、古谷だとちょっと怪物級被ってるんで入れ、あんま意味ないんですけど、こういう街道キャラを入れて、30メートルか、まあ、特攻金徳になってるんで、まあ、マイト君でもいいですね。入れてあげるっていうことができる、はい、のが、まあ、一つで、もうワンパターンは思考ですね。でこれは結構ギャンブルになるんですけど、まあ、グッサンか、どこに行った？いた。グッサンかこの思考キャラ2人どっちか入れるっていうパターンで、この場合だと街道ないんですけど、まあ、思考もね15メートルプラスってことで、まあ、これもどっちかありだと思います。で、こいつらに関しては街道余ってるじゃないですか、ここを海岸で取るっていうスタンスになります。これプラス思考のどっちか入れて、海岸で街道を引くっていうのが、まあ、ちょっともしかしたら投手の最大値になるかなっていうふうには、はい、個人的に思っております。なので、まあ、もしかしたら海岸ガチャみたいのが始まるかもね。新街道じゃなくても30メートル行けるよね。はい。ってことなので、ちょっと今回はそんな感じになるんじゃない？まあ、もしかしたらね、まあ、俺が今ちょっと試しに考えた感じで組んでるので、まあ、もしかしたら全然違うものになるかもしれないんですけど、はい。そうですね。特攻となる金徳が街道、かっこ新街道、で、上記の金徳が30メートル。まあ、オーバンクラス、ヤスだとオーバンクラスですね。っていう感じなので、っていうのが最大値になるのかなっていうふうに思ってます。で、思考が15メートルでね。はい。かなーって思ってます。どうでしょうか。はい。まあ、なので、もう一番の問題は本当こいつ。こいつが来るか来ないか。まあ、来なくても、一応組めるは組める。うん。組めるは組めるし、うん、まあ、俺はギリフレンド借りれば遊べなくはないので、はい、まあ、ちょっとガチャだけ後日になるかなと思うんですけど、はい、誰か助けてくれって感じなんですが、はい、ちょ皆さんのね、まあ、投手デッキの見解とかお聞かせ願えれば、まあ、持ってなかったらまあちょっとチェンジとかになっちゃうんですけど、まあ、最優先はこの2人、はい、
で時点でこいつとこいつって感じですね。はい、って感じなので、はい、まあちょっと参考になったら嬉しいので、はい、皆さんの意見とかもコメントとかでください。はい。で、まあ一応なんですよ。一応ね、別パターンで言うと、まあ、ちょっとね、組みづらくはなっちゃうんだけど、広川さんが意外とディレイドアーム持ってたりとか、減点投球もあるよね、もあるので、はい、切れ味とか、あ、違う、切れ味じゃない、初突猛進とか、腹痛か、腹痛の剛腕で、組めそうな人は、まあ、前回、報酬で来たばっかのこの子も、割とハマってるので、はい。で、大神とかが二刀流持ってたりするんで、ちゃんとね、ハマってるキャラもいますし、選択肢とかでね、まあ、うまいこと組んでいくこともできるのかなっていうふうには思いますんで、はい。まあ、その辺の別パターンも、どっかでやれたらなと思いますけど、はい。まあ、多分、投手はこんな感じになるかなっていうふうに思っております。はい。以上です。はい。まあ、あとは運ゲーです。運ゲーです。はい。運ゲーと、まあ、点数ゲーです。はい。ということで、まあ、各集客とかもあるんで、まあ、そっちにどんだけ触れるかとか、ファントム何回打てるかとかも結構関わってくるんで、うん。まあ、っていうのを考えると、まあ、彼女キャラが、ね、入れれないんですよね。彼女キャラの金徳がやっぱ全然ハマんなくて、今回ちょっと鋼も入れれないしさ、どうしたっていう。どうしたって感じなんですけど、あ、どこ行った？パリピも金徳ハマってないんですよね。金徳ハマってなくて、ミクリアも全然金徳ハマってなくて、もう本和歌もハマってないから、うん、誰使ったらいいね。まあ、広川ちゃんがまあ唯一彼女キャラで、使えそうなので、まあ、彼女組んでやりたい人は、広川ちゃん組んでやる感じになるとは思うんですけど、まあ、ファントム打ちたいから、まあ、選手の方がいいかなとは俺は思うんですけどね。はい。って感じなので、はい。まあ、結構投手は、大変なのかなっていうふうに思います。はい。まあ、ちょっと別で野手取っていきたいと思いますんで、はい。ちょっとぐだっちゃいましたが、はい。ありがとうございました。はい。ぜひチャンネル登録とお願いします。バイバイ。